こんにちは、レオです。最近は僕、平日は半分以上出社するようになりました。会社的にはリモート OK なので 100% 自己都合の出社なんですけど、僕は会社に行って環境を変える方が今は集中できる気がするんですよね。だから出社してます。ただ出社の唯一の弊害が通勤時間です。往復にすると1日2時間くらい通勤に使うことになるので、なんとかここ有意義に使いたいものです。そこで今回は通勤時間を有意義に過ごすためのおすすめの iPhone アプリを5つ紹介したいと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。まず王道ですけど Kindle です。 Kindle アプリの良さは大きなところで2つあります。1つ目の魅力は、読みたい時に読みたい本を手に取って読みたいところだけ読めるということです。我々社会人ですので、今日の仕事に生かすためのインスピレーションを得たい日もあれば、中長期的に考えてじっくり自分のキャリアと向き合いたい日もありますし、普通に小説が読みたい日もあるので、気分に合わせてその場で選べるし買えるっていうのは Kindle のめちゃくちゃ大きい魅力かなと思います。で、2つ目の魅力は、気になる場所に線を引いてそこにコメントを入れておいて後から振り返ることができるということです。これつまりアウトプットに近いことをアプリ内で完結できるということなんですよね。しかも電車内で立ったまま片手だけでできるんですよね。読書ってアウトプットしないと忘れちゃうので、これはとても大事なメリットかなと思います。で、細かいお気に入りポイントとして、ウィジェット対応しているということもあります。ホーム画面に今読んでいる本を表示できるので、ちょっとやる気が出るんですね。あと読んでる途中に今何パーセントか表示されるので、今日は通勤中に 5% 読み進めるぞみたいな感じで小さい目標を立てやすいです。スマホで何冊も本が読めるって本当に僕たち素敵な時代に生きてるなと思います。ぜひ活かしていきたいです。次のお気に入りがポッドキャストです。皆さんポッドキャスト使ってますかね。ポッドキャストアプリの良さはこれも2つあります。まずはたくさんの有益な情報に無料でアクセスできるっていうことです。で、これは逆に発信者側の視点で言うと、僕みたいな情報発信する人にとってポッドキャストって何がいいかというと、本みたいに時間をかけて編集しなくてもいいですし、動画みたいに気合い入れて顔を出さなくてもいいんですよね。その分比較的気軽にアウトプットできるっていうのがポッドキャストのいいところです。で、聞く側もある程度の間違いを許容して聞いているところあります。だからこそ文字にまとまらない貴重な情報が生まれやすいんですよね。今は結構多様なジャンルで発信されているので、ぜひご自身の業界のポッドキャストを見つけてみてください。で、2つ目のお気に入りポイントは聞き流せるっていうことです。読書って時間の過ごし方として良質なんですけど、疲れてる時に本を読もうっていう気持ちになるまでには時間がかかったりしますよね。その点ポッドキャストは目をつむって聞き流すだけでもいいので、利用するハードルが低いんですよね。たまに耳が反応した情報だけちゃんと聞くみたいな使い方でもいいって思えるのがポッドキャストの僕が好きなところです。で、ちなみに僕はここ数年ずっと海外の最新技術系チャンネルと Web3 関連のチャンネルを聞いています。お気に入りのやつを見つけるとずっと長く聞けるので、それも楽しいポイントです。で、3つ目はインプットするでもアウトプットするでもなくて、自分と対話する時間を作りたいときに使うアプリで BGM と言います。アップストアで無料ダウンロードできます。これは立ち上げるとランダム生成されるボーカルなしの音楽が無限に流れるだけのアプリです。で、真ん中に可愛い顔があって、そこから伸びてるベロを下に引っ張ったり左右に振ると音楽がシャッフルされます。で、アニメーションがめちゃくちゃ可愛いんですよね。まあ、ただそれだけのアプリなんですけど、自分の今の気持ちにマッチする音源を見つけて聞きながら目をつむって考え事をすると邪魔にならなくて好きなんですよね。で、UI 上の一番下にその音楽を再生している時間がカウントアップ形式で表示されるので、まあ、今どのくらいその考え事をしていたか後から確認することもできます。で、アプリを閉じると音楽が止まってしまうということが難点ではあるんですけど、まあ、そのままバックパックに入れるようにしています。で、通勤時間って別に何か情報を出し入れしなくても、まあ、素直に何もできない時間と割り切って考え事をするっていうのがむしろ有意義だったりもしますよね。まあ、と少なくとも僕は思ったりしています。だからそんな時にこの BGM のアプリ使ってます。で、4つ目はアウトプット系のアプリです。
無料版ありの月額制の有料アプリなんですけど、僕はクラフトっていうメモアプリを大活用しています。クラフトの良さは無数にあります。でもあえて3つに絞ってご紹介します。まず気軽に使えることです。メモって整理しないとぐちゃぐちゃになるし、でも整理は面倒で、思いついたことをパパッと書くときに少しどうしようかなって躊躇する感覚があるんですけど、クラフトにはデフォルトで今日っていう概念のノートがありまして、そのノートに書いていけば自動的にその日に紐づいて記録されていくんですよね。で、手帳のカレンダーの右のページみたいなイメージです。だから思いついた時にそこに書いておけば、後からあ、大体あのくらいの日に考えてたアイデアだったはずみたいな感じで簡単に振り返ることができます。しかも最新のアップデートでアプリの長押しメニューから今日のノートに飛べるようになりました。思いついた時にすぐに書き出せる利点が強化されましたので、これでとってもさらに気に入っています。で、2つ目に美しくデザインできるっていうところがいいところです。適当に書いたままでもいいんですけど、後から見やすく整理したいノート、後から見直したいノートっていうのは綺麗になってるとテンション上がりますよね。僕はそういうタイプの人間です。で、クラフトは視覚的に美しいノートをまとめるのが得意なので、例えばカバーイメージを差し込んだりとか、リンクを綺麗に装飾するみたいなこともできます。で、僕はクラフトで旅行計画を立てるのが好きなので、この旅先の写真なんかを貼り付けてワクワク感を上げられるっていう点が気に入っています。で、3つ目は iPad でも Mac でもアクセスできるということです。帰りの電車の中で旅の計画を iPhone で書き始めて、で、家に帰ったら iPad に引き継いで装飾を整えていくみたいな使い分けがシームレスにできます。有料サービスではあるんですけど、本当に努力して魅力的な機能をどんどん追加してくれるチームなので、応援したくなるサービスだったりもします。ね、ぜひ最初は無料で使えますので試してみてください。最後はインプットに戻って LINE ニュースです。で、LINE ニュースっていうと広いんですけど、僕は最近フォロータブっていうものを使っています。で、まず LINE を開いてニュースタブをタップして、検索窓の下のフォロータブをタップするとたどり着けるのがフォロータブです。で、ここで左にある登録編集というボタンを押すとウィンドウが立ち上がるので、検索窓に情報収集したい内容をタイプしましょう。例えば僕だったら Apple とかオードリーなんて感じで登録してます。そうするといつもこのページに自分が気になるテーマの最新ニュースが表示されるようになります。で、 SNS の情報収集ってもちろんいいんですけど、ノイズも多くて本当は興味ないはずなんだけど無理やり興味持たされてるみたいなことがある気がしています。で、世の中どんどん SNS がそっちの流れに行ってて、TikTok が流行ったことによってアルゴリズムによってプラットフォーム側が見せたいものをどんどん見せる、その反対はね、フォローしたものが見えてくるタイムラインだったんですけど、今はもう見せたいものを見せるっていう時代になっちゃいました。で、いろいろ設定もできるんですけど、そうじゃなくて自分で取捨選択してニュースを手に入れる、情報を手に入れるっていう時にこのフォロータブ結構使えるんですよね。そうじゃないとなんかセンセーショナルな見出しばっかり見せられて、なんか勝手に自分の中で当たって感じちゃって、いろいろ脳のリソースを使った挙句に、あ、これ自分には関係ねえわって思うっていう、もうこれをね、早くやめたいんですよね。こんなことはなんかあまり無駄なので、だからこういう感じのこう別の情報収集源はね、模索している感じで、僕が本当に知りたいべき、知るべき情報を、自分で選べるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。で、ちなみにページの中段のフォローしたキーワードの新着情報が受け取れるようになりましたというバナーを押すと通知設定変更できます。で、ここでタップして新着情報の通知を受け取るをオンにすると、遠くの方のスマート通知アカウントにフォローしたニュースが定期的に配信されるようになるので、これもうまく活用してください。ってことで、僕なりの通勤時間の有意義な過ごし方を紹介しました。僕もいつもこんなに生産的に過ごしてるなんてことはなくて、むしろダラダラリラックスタイムにしちゃうこともあります。なるべく頑張って情報収集したりアウトプットしたり考え事したりしよう、くらいがいいんじゃないかな、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思っています。皆さんもね、ぜひおすすめの通勤電車、通勤時間の過ごし方とかアプリがあれば、ぜひぜひコメント欄で教えてください。きっとこの動画を見てくれた他の人の役にも立つと思いますので、ぜひお願いします。ということで以上になります。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、ノートやってます。全部レオ遠山でやったら検索できたらフォロー全部レオ遠山でやってますので検索して探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。